強い雪のエリアは山陰、近畿北部から北陸へ移ります。この後も大雪に要警戒です。川端さん、はい、近畿北部や山陰の方では昨日から今日にかけて雪が強い状況続いていますね。はい、そうですね、はい、このように真っ白な状況となっていますけれども、はい、現在発達した雪雲が日本海側流れ込んできていまして、はい、このようにですね、視界が非常に悪くなっている、そういった強い雪の降り方になっています。こちら11時50分現在の皆様からのご報告ですけれども、はい、この時間日本海側を中心にこの白丸雪のご報告ですとか、一部強い雪の降っている、そういったご報告も多くなっています。やはりこう山陰から近畿北部、活発な雪雲が流れ込んでいる状況を確認できますね。はい、そうですね、はい、こちら JPCZ と呼ばれる風と風がこうぶつかることによって発達した雪雲がこうできるラインですね、はい、こちらが今この山陰から近畿北部に入ってきている、そういった状況になっています。観測データ見ていきますと、特にこちら滋賀県内ですね、現在雪の量が多くなっています、はい、この黄色で示したエリアはこの1時間で6センチの雪が一気にこう降り積もったと、そういった状況になっています、はい、ではこの後の予想を確認していきます、はい、この後発達したこの雪雲のライン、 JPCZ に伴う雪雲のラインは北陸の方へと移っていきます、はい、この後お昼過ぎにかけてはこちら近畿北部、そして夕方以降はこちら北陸地方にこの JPCZ がかかってくるということで、短時間に一気にこう雪が降り積もってくる恐れがありますので厳重に警戒が必要です、はい、明日11時までの予想される積雪の増加量の図になります、はい、特にこの北陸地方ですね、まあ、山沿いのエリアを中心に40センチもしくは60センチ以上の雪が積もるところがあります、はい、またこの平野部でも20センチから40センチと、そういった大雪がですね予想されますので、交通への影響などですね、十分に警戒をしていただきたいと思います、はい、この後も強い雪に要警戒、特に北陸ではさらに強まり大雪となる恐れがあります。